山田豊三郎は、日本の政治家。第21代大津市長。市場役などを務めた後、6期にわたり、大津市長を務めしの都市整備などを行った。豊さん、山豊さんのあだ名で親しまれた。元全国市長会相談役。大津市名誉市民。曲日中受賞。趣味は、映画、歌謡、ダンス。滋賀県安郡、田松村赤。 農医の農家、堀出家に出生。後、大津市出身の山田美恵子と結婚し、山田姓に改める。1943年11月に、満州国立新京法制大学特集科経済、学部卒業。1944年、学徒出陣で、両用の第33連隊に配属、第120師団軽重隊に配属される。終戦後、 1945年12月に大津市役所に入所。1951年から人事課長、国民健康保険課長、市長公室長、公営企業部長、総務部長,部長、企画部長、建設部長、企画室長を歴任。農地改革や健康保険料の徴収、米軍基地跡の観光施設化などを行った。1972年6月から条約となった。 1980年4月15日、大津市長の山田幸三郎が参院選出馬のため、辞職。同年6月6日に、後継者に指名され、全政党の推薦を受けて、無投票で、初当選。助役に、指揮格財政室長の中野久を、収入役に、同市民部長の引田達夫が就任した。1984年5月27日にまた、 無投票で再選した。1988年に市民を裏切ったとして、共産党と決別、同年から92年、96年の市長選で3度に渡って共産党候補と一騎打ちとなったが、山田はすべて勝利した。山田は市長として市民の心を心とする姿勢を信条とし、人間性の尊重、市民自治の確立、 環境の保全と創造の基本理念20の政策を合わせた3つの理念と10の政策をスローガンにした。道路、駅や下水道や参拝施設などのインフラストラクチャー整備、老人ホームなど地域福祉施策、小中学校の整備などを行った。また、世界水フォーラムや日本女性会議などの誘致も行った。山田は非常に高齢であまりにも多選されたため多くの議論となった。 山田が在任中に何度も市長選挙では最低投票率が更新された。長期姿勢を支えた市の自治会との癒着も議論を呼んだ。特に姿勢を支え続けた自治連合会長の山本俊一とは、羽根けの友と呼ばれた。1998年8月、大津市と長春市との友好都市交流及び長春、中日友好会館建設に貢献を理由として、 長春市名誉市民に表彰される。1999年には、市政100周年を花道に、21世紀の橋渡し、として引退するとしていた。市議会の与党会派も優待勧告を出していた。しかし、翌年1月には考えを捨てて、出馬を決意。すでに県庁所在地の市長で最高齢になっていた、2000年の選挙に出馬して6選した。 2003年10月に両膝関節炎で入院した後、12月24日に健康不良を理由に引退を宣言した。12月26日付で辞職。2004年5月予定の次期市長選挙は1月に前倒しとなり、公認には自己推薦の目変身が当選した。2004年4月21日に県都と,として近畿の中核都市として、 姿勢の着実な発展に尽くされた功績は、誠に大であるとして、大津市名誉市民に表彰される。同年の秋の叙勲で、朝日中受賞を受賞。2009年7月18日、肺炎のため、大津市の病院で死去。86歳房津。2009年10月3日、大津市民会館で、大津市と同志議会により、追悼式が営まれた。 長男の山田実は、滋賀銀行専務取締役を務めた後、2009年より滋賀県監査委員に就任している。ありがとうございます。